オグロズルは、ツルモクツルカツル族に分類される鳥類。インド北部、中華人民共和国、ブータン、ベトナム北部ジャンムーカシミール州東部、寒宿省や四川省、青海省、新疆ウイグル自治区、チベット自治区で繁殖し、ベトナム北部、アルナーチャルプラデーシュ州、青海省、雲南省、チベット自治区南部で越冬する。全長115から152センチメートル。 頭部から頸部にかけての羽衣は黒い。目後部に白い斑点が入る。胴体の羽衣は泡灰色。お歯は黒や黒褐色。風切り歯は黒い。頭頂や目先は羽毛がまばらで赤い皮膚が裸出する。交際は黄色。くちばしや海緑色や肺褐色。胴子は黒い。繁殖期は3000から4800メートルにある。故障や湿原、陶器は 農耕地に生息する。植生は雑食で、植物の茎、根、種子、カエル、貝類などを食べる。繁殖形態は卵性。5から6月に1から2個の卵を産む。私有で放卵し、放卵期間は31から33日。ヒナは孵化してから約90日で飛翔できるようになる。開発や採掘、放牧による生息地の破壊などにより、 生息数は減少している。また、越冬地で冬季に麦作が行うようになり、農耕地での再食が困難になっている。政府と自然保護団体による越冬地の調査、保護区の指定、啓蒙活動などの保護対策が進められている。ありがとうございます。